はい、こんにちは。どうも。森です。太郎です。和田です。松森です。どうもどうも。よろしくお願いします。久しぶりです。久しぶりです。久しぶりですね。和田コーチ、松森コーチ、はい、覚えてますかね。前出ていただいたんですよ、ね。そうなんですよね。こちら SYS テニスクラブさんの方にお邪魔して撮影しております。はい、和田コーチはその後いかがですか。まあ、ちょっと実は私も自分の YouTube をちょっと始めることになりました。おお、はい。いきなり宣伝ですか。もうちょっと必死なんで。まあ今レッスン動画だったり、あと過去の試合動画を、はい、上げたりとかっていう形で、まだまだちょっと動画の本数が少ないんですけど、はい、これからちょっとあのモーリーさんたちに肩を並べられるように頑張りたいなと思っております。はい。我々と肩を並べたことで何の自慢にもなりません。多分路線が違うと思います。松森コーチは、はい、いかがですかその後。なんかちょっと痩せられました。そうですね、はい、3キロほど痩せました。どうしちゃったんですか。いや、まあ、いろいろね、悩みですかね。やっぱり年を取りつつ食欲がなくなりましたね。でかいのに。年つったって若いでしょ。27です。今年8になります。若いわ。それを聞いて若者だなと思っちゃう自分はちょっと悲しいけど。はい、じゃあですね、非常にちょっと申し上げにくいんですけども、どうしました。ビッグサーブになりたいっていう夢がありまして、硬くなっちゃって、前より明らかに硬くなってる感じが。滑りが、もう滑りに。ちょっと待って。まだ打ってない。素振りもちゃんと前で振れるように。素振りちゃんとさえ振り下ろした方がいい。さっきより言われない。はい、大丈夫。はい、お願いします。すいません。いやいや。もう自信がない。僕が意識しているところはやっぱりここの構えるところで、はい、もう本当にまず脱力してでトスアップして構えるんですけど、本当にもう何も力できるだけ入れないようにしてフィニッシュまで。当たる瞬間になんかたまにその力入れた方が走るとかいう方もいると思うんですけど、はいはいはい、自分の場合はそのままあまり入れないように意識して、握らない？握らないようにしてます。握るとそれこそちょっと腕が止まっちゃう感じが出やすくなるのかなって思って、コンチネンタルで握って当たっていって力抜けてくると先にラケットが降りてきて、あの腕が落ちてくるっていう形になると思う。迫力があるな。進撃の巨人みたいな。すげえな。おお。わあ、マツモリコーチ。身長いくつ？186です。うわあ、いいな。フェデラーでかいね。おお。そうだよね。うわフェデラー85歳。おお。わあ。さすがフェデラーを超えた男。身長1センチ超えました。僕は後ろ足を意識してます。しっかり後ろ足をちゃんと振るように。結構みんなトス前に出して左足に体重残っちゃって、それに蹴れない人って結構多いんですけど、しっかり膝溜めて体の軸をまっすぐにして。あの腕。ちょっとトロフィーポーズ取ってもらって、曲げれますか。この時に曲げる。あ、そうですね、はいはい、少し曲げて、はい、ここの左半身をしっかりまっすぐ、まあ、もしくはできるようであれば少し後ろに沿ってお尻が出るように。あ、そうですね、はい、そうするとあのここを張ってる状態で、で、ここの力が
振るときに上がってくると思うんですよ。はいはいはい。その時に腕が出てくるとこのしなりの動作ができて、体の力、あ、ちょっと今大丈夫ですか？大丈夫です。弓矢のようにちょっと使える。あー、弓矢のように、弓矢のように、はい、ジャンプしてるっていう、こういう感じでもちょっと足曲げて、こっちが縮めてるのをちょっと伸ばすよ。あ、そのイメージで、はい、いいと思います。あ、だからこの感じ、首の角度が一番違うの。おー、そのスケーキ違う。大丈夫ですか？当たりが良くなった。打点前で打ってみましょう。おお、見てる感じちょっとかっこよくなっちゃった。本当ですか？はい、やっぱりそのトロフィーポーズのところが少し変わったんで、はい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 、体が使いやすくなってるなって思ってる。